今音聞こえました？いや入ってました。なんで急におねえなぜおねえになったの？聞いといてください。男は敗北をして強くなるんだけどちょっと今日雨降るけん傘持った？持ってない、取ってとか言って言いたい。結構そういうタイプなんですよ。みんな兄弟いますか？おくたくたクリアカー、全然上で食ったね。上ですね。何時？ブロイン？はい、クリアカラーに変えました。125か。クリアにあのホロシールをちょっとだけ貼ってますよ。あ、自分で？はい。ほうほう。あの泳いでる時にそのホロシールだけがこうやって明暗とかでキラッキラッとするけど、ボディフルクリアだからシルエットはっきり見えないですよ。いいな、シーバス。ちょっといいサイズこれ。うんうん、どうだ。どこだ。あ、違う、かかりどころだ。かかりどころだな。やっぱ外がかりだな、全部、うん、ありがとうございます。はい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 、ウェイ。外がかり50センチだ。50センチぐらい。すみません、ありがとうございます。はい、やーだねん。125カラー買いました。クリアに、そう、このシーズちょっと50後半ぐらい。ポンってラインスラック叩いたらカポン。なるほど、そのメソッドがいいんだ。感じです。さすがあの俺逃がしますよ。いや、私にやらせてくださいよ。俺逃がします。あの山本さんにそんなことさせらんのさ。これ絶対コメントなんかあれ。いやでもやっぱりあの山本くんにね、やらせる。そうそう、あの山本くんにやらせるわけにいかない。バイ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 、ありがとう。バイ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 。むしろ俺が言われちゃうよ、あの山本くんにそんなことさせんだね。ほら、始まったやばい。これ今度からどこ行ってもいじられるやつや。つらいな。ちょっとやって、さっき今の実演。あー、了解です。トンって曲げる、落ちる、戻す、戻して、糸が張る。で、沖でこう作るために竿を立てて、そろそろかなってところで一瞬だけこうやってトンってトンって一瞬だけ糸を張って、うんうん、そしたらポンって入って、ちょっとちっちゃいティッチもしないぐらいか、うーってこうやってルアーが動いてて一瞬だけ、うん、ってなるぐらいをここかなってところでトンって、そうね、変化のアップで入れてあげる。だからルアーは下向いてる、下流側を。すごい、やる。なんか釣り人みたいなこと言っちゃう。初めて役に立つ動画になってる。ノリと勢いだけじゃなかった。実はちゃんと魚釣るみたいな。さあ、リーダー結ぼう。今日は細いの使ってるんで、こういう釣りするかもと思って。すごいね、やっぱり才能、一つの才能だね。昨日まで一緒いた小橋さん、また全然違う。こう、なんか小橋さんが山本さんからすごいいい影響を受けて、うん、なんか納得って感じ。うん、そうだね、小橋は考えすぎ。だからやっぱ隣の県に山本くんがいて ね、 そうですね、いい影響いっぱいもらえるよ多分。電話したりするんでしょ？電話しますね。 LINE が来たりしますね。年に1回ぐらい一緒に釣りしたりするんですね、うん、楽しいですよ、小橋さん。アクシデントの嵐だから。小橋が、はい、でそのウェーダー鬱血事件とか、あとカレーを飲む人初めて見た事件とか。飲むんですよ。なんかカレーは飲み物とかって聞いたことあるじゃないですか、うんうん、でカレー飲む人とかっていないでしょって思うじゃないですか。飲みます、小橋さんは。飲みます、はい、こうやって皿あるじゃないですか。カカカカカカ、美味しいねって言いながら、あれもうなくなってるみたいな。本当にで、しまいには俺がちょっとお腹いっぱいになりすぎてうーってなってた唐揚げ定食も平らげるっていう。しかも唐揚げもなんか1個がこんな大きいんですよ。それが4つ入っとって、もう2つ食べて、うわもう結構腹きたわって思ってたら、山本くんそれ食べないの、食べていいみたいな。全然いいっすよってニコニコしながら食べて、あー美味しかったみたいな。かわいい。面白いですよね。だから結構対局のような2人って言われるけど、仲良しっていう。そうだね。もうでも動画とか一緒になったことないですね。千葉の時もバトルチーム違いましたもんね。うんうん、噛み合うかな。噛み合わない、まあ、どっちでも噛み合っても面白いし、噛み合わなかったら噛み合わないのを楽しんでもらえるし。
なんかね、話素直に聞いてふーんっつってブロ125を投げてるつもりがいつの間にかスカーナッシュになってるっていうか今早巻きして、あれなんでこんなブリブリ言うんだろうとか思ったら違うなってるし、そらそらツンってやっても当たんないよねみたいな。俺な昔からダメなの、野球部時代から陽キャの人が先輩でいて、それでもう圧倒的なノリで来るじゃん先輩って、もう本当もう何もできないみたいな、まあ、抗うこともできず、あの台風の時の柳の木状態やらひたすらやらされ言わされ陽キャなのかな。いや陽キャです。つい2週間前四国で散々味わってきたんでだって全員がいい年して、はい、攻めていくとか言って俺はそれを聞きながらなんか野球部時代の辛い思い出を思い出してるっていう必死の笑顔が分かるかと思います。楽しみしとこう、その動画見るの。まだ一人だからいいこれ何人もいたら大変ですね自分で言うのは多分山本君よりやっぱ年齢重ねた分もう一段パワー上の陽キャが3人いたから、これはしんどい。そんなパワフルなんだ。でまたカナオが反応いいからさ、もうみんな楽しくなっちゃってさ、わかるわあーあーあーみたいな、誰も止められないみたいな。わかる。いやカナオさんの相槌ってなんか気持ちいいんですよ、ね、絶妙なんだよね喋ってる側ね、なんか気持ちいい。なんなんですかね、心地いいんですよ喋ってる側が。だからもうポイ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 喋っちゃう、ちょっと今からおとなしく釣りしようかな。可愛い子ぶってる、おねえが出るんだ、おねえが。なんかの時もそれ言われたな、なんかちょっとおねえ入ってるえ、俺っつってどこがみたいな。でも入ってるんでしょうね、なんかたまに言われるんですよね、あれちょっと入ってるどっくんかってどっくんがあもうここはこの回は山本君に預けようと思って、大変なやつ熊本で契約しちゃったなって、どえらいやつやっちゃったわって今思われてるかもしれない。来年契約書送られてこんかもしれない、ね、俺東京湾よりいるよ、シーバスですか、うん、こんないるとこあんまないと思う。あ本当に普段こんなボイルしてる天草初めて見ました。あ本当にすごいな、そういう日にちゃんと当てるあの山本君ならではですね魚も呼んじゃう、それ言われたら声ちっちゃくなるかもしれない、いじめられるとシュンとする、みんな俺より年上、みんな年上、俺いじめる、みんな嫌い多彩で、すごい。うわ振動、振動を思い出すね、振動バレた、最悪。やっぱ糸、多分今カメラ入ってないかな、俺が今糸叩いた瞬間、コーンって、多分糸立ててるの、コーン。リーダー何ポンド使ってんの？今日20に落としてます。20か、いつも30とかなんですけど、俺も20だからリーダーの太さじゃない。さっき言った釣り具屋の店員やってて、俺中学生とか小学生の頃チャリンコを漕いで釣り具屋行くじゃないですか、その時の釣り具屋の店員さんってやっぱなんか何でも知ってて釣り上手くてかっこいいなみたいな思って、今釣り具屋入ったんですよ。で、まあ、その入った時が結構バストーナメントで勝ってる時で、釣り具屋の店員さんってちょっとどんな感じなんだろうと思って入ったら、やっぱ現実って大人になって見るのと子供の頃から見てたその夢みたいな釣り具屋の店員ってやっぱギャップがあったわけですよ。でも俺の中で俺が思ってた釣り具屋の店員はなんかちょっと違うぞと思って、でよしだったら俺がなってやろうみたいな、子供の頃かっこいいと思ってた店員さんになろうと思って、でも必死に釣りしてたんですよ、その自分が子供の頃思い描いてた店員さんになるために。でもやっぱり100人いて俺のこと知ってる人はわーって頑張って釣りしてるねっていつも釣ってるねって言ってくれるかもしれないけど、知らない人からしたら何もない、ただの若いあんちゃんみたいな感じで、何か肩書きとかが欲しいなって思ってたんですよ。もうそのタイミングでちょうどあったんでこれだって思って、うわー飲んない、それが始まり。あ、公募の時？そうです。なんで寺岡さんとか、が同期、はい、神回だ
その収穫多かった回あ、そうなんだ、まあ、寺岡山本加入ってすげえなみたいな看板2枚入っちゃった あの回だ、はい、そうなんですよ。確か高橋と小田が全お盆見て、そうなんですね、うん、どれもそのほぼこの人たちなら十分全員いいよねみたいなのしか見てないんだけど、どんな感じで選ばれてるのかとか知らないんですよ。いやあそこまでいかないけど、ツイッターのこう Google フォームで必要事項を書いて、アカウントのなんか URL とか。でもなんかそれも、まあ、今だから言えるけど、ちょっとその軽い気持ちじゃないけど、おお、こんなあるんか感じですね。何かしら証明するものが欲しかったというか、頑張ってる何かを。もう、まあ、いろいろ考えながらやってましたね。むやみやたらに魚いっぱいとかじゃなくてSNS を重視しますって応募横にも書いてあるのに、インスタ非公開とかさ、はいはいはい、って人が多くて困ったとは言ってたな、確かに。そうなん、電話が来たのかな。電話だったと思う。最初03だったっけ。うんうん。でじゃあ小田くんだ、東京だと思って、うん、なんか危ない詐欺なんじゃねえかと思って俺出なかったんですよ、ずっと電話に。なんだって03って東京なんて俺何も関わりねえぞみたいな思って電話でんくて、えーらしつこくかかってくるなと思って、で何ですかって出たらブルブル俺は詐欺だと思ってた、なんか東京とか怪しいなみたいな。だからひたすら電話しかとよかったね、出てあのそのしつこすくかける小田くん偉いね。シーバスパーティー、熊本のイベント。熊本のイベントです。もう何年前だろう、5年前。うんうん。なんか高橋くんと一緒にブース設営してて、で村岡さん入ってきて、ああよろしくお願いしますって握手して、確か1日でその一言しか話してない確か。あ、そうなんだ、はい。であれ村岡さんどこ行ったんだろうとか思って会場うろちょろしてたらベンチで寝てました。あ、寝てるから話しかけれないと思って、はい、覚えてますねそれは。おお、さすが。うわ、バレちゃった、バレちゃった。ドラッグ緩くしたままだった、バレちゃった。でもシーバスっぽかったっすね。これそうクリオカラー、あでももうホロシールなんか分かります、このちょっと残ってる感じ、ほとんど剥がれてるんですけど、ほらこれそうちょっとキラキラしてるでしょ、これっす。天草のマイクロベイトパターンとかでもこれよくやってたんですよ。おお、そんな、もうだいぶ剥がれてるの。でなんか貼って日光にずっと当てて水に濡らしてを繰り返してたら、うん、上のフィルムだけ取れてこのホロだけ残るんですよ。なるほど、それが一番強い。あ、それがいいんだ、むしろ。だから天草 あの一番下の方行ったら海めっちゃ綺麗で魚見切るんですよ。マニアックだな。それもこれやったら食う。でそれ発見したのがマイクロベイトパターンで全然食わなくて、でどうやったら食うんだろうとか言ってて、たまたまこのチューンを発明して、じゃあやってみて一回見てみようっつってウェットスーツ着て海飛び込んで見たんですよ、こうやって。うん。そしたら本当にブワーって早巻きで騙すんですけど、乱反射してもうルアの汁とか見えない。でもホロシールだけこうやってキラキラキラってするから、こりゃ釣れるわって。そっからなんかいろんなルアでこのチューン作ってます、クリアカラーがあるもので。へー、研究熱心だね。でもなんか楽しいですよね、うわーってなるんですよ。すごい嬉しそうに喋ってる。すごいの発明しちゃったみたいな、なる。これは俺しか知らないぞみたいな、俺が見つけたこれは釣れるぞと思ったら、でも嬉しくなってすぐインスタとか書いたりとかみんなに言うわけじゃないですか、これやってめっちゃ釣れるけみたいな。したらもう何も俺だけじゃなくなる。嬉しくなって1ヶ月後ぐらいにはもうみんなやってる、すぐ言っちゃうから、これやってめっちゃ釣れるけんつって。そう、でもそれでまたみんなが釣って、あれマジ釣れたよって言ってくれるのが嬉しくてやってたっていうのもあるんですけどね。ぜひぜひやってみてください。これね、だって大阪省にも来てたじゃん、山本くんに会いに来たっつって。店内で山本町のお客さんみたいな、大谷町みたいな、うんうん、のでなんか5人とか、その土日とかも10人ぐらい店の中でうろうろして俺が開くの待ってるみたいな。整理券配りたいぐらい。そんなで次誰だっけみたいな、他の店員さんが次あの方ですって言って OK っつって
言ってましたね。山本君のファンの人が、うん、すごい可愛いカンカンのチョコを、うん、うん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 、そうそうそう、あの人たちもその釣り具屋時代のもう仲良かったお客さんたちで、もみんな見てるんですよ、うん、もうそのブルーブルーラブだから、うん、もう全員の動画を見てる何がおもろいって電話かけたら絶対誰かの YouTube かかってるんですよ。電話越しに村岡さんの声聞こえたり高橋君の声聞こえたりする。ありがたいね。ずっと見てるです。もうすごいですよ本当に。だけ回らない可能性がある。ある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 。大いにある。ない。大いにある。ないない。あのだよ、あの侮らないでくれるってやつ。ブラジルスター。すごい。わあ、もうあそこなんだよな。俺もさっ、シーバーでかいでかい。60ぐらい。よいしょ。すごい。すごいテクニックです。はい、お願いします。よっちゃん、ありがとうございます。よし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 。あのね、あそこですよね。そう、あそこなんだけど、あそこですよね。なんか勝ちきれてないな。そうなんだよ。村岡さんもずっとなんかドンつってあの場外れちゃってたりした時もあそこ同じ位置なんだけど、このさ、いい鈴木だよね。てか太い、大きいのもいるね、うん、ちゃんと食べてる。まあなんか混ざってるね。3、40センチ主体だけどこのサイズが出てくるんだね。よし、アイブロイン。いやー、え、京一？さっきのが長さはちょっと、でも太さは京一ですね、うんうん、いい鈴木。ポポポポポポポンポポンポンポポン、いきます。こうか。はい、チーズ。はい、さっきとなんか食い方が変わってる。ちょっとルアーを動かさずに明暗の際まで持ってって入った瞬間プッて巻いてチュッて抜いたら、ね、ようになってる。塩効いてるんで投げます。鈴木リリース。元気に帰っていってね、鈴木さん。ほい、バイバーイ。はーい、元気元気。じゃあねー。オーケー、来たよってやつ。これ川上さんかっこいい。あれとかっこいい。かっこいいよね。かっこいいです。新しいヒット掛け声作ったよね。そう、エギング全然俺やらないんですけど。そうだ、この人。あぶれ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 、一瞬落ちたかと思った。危ねえ。今一瞬ちょっとうっってなりましたもん。あの、危ない。でもあの人足長いからかっこいいんだよね。普通の人がやってもね。あれ来たよ。なんか欲しいな俺も、腹筋の掛け声。でも結局多分決めとってもかかった瞬間もテンション上がっちゃって、うわー食ってーとかってなっちゃうんですよ。すごい。あるある。いやもう本当にこれはねあるんだよ。どっちでも。ちょっとした差。これがこの釣りの面白さでね。また引き出しに変えていってって感じだよね。ちょっと今カラー変えてみようかなっていうところだったけど。いや、綺麗な魚。綺麗。マルだよね。マル。有明鈴木？これは。それともマル？いや、多分マル。そのマル。マルですね。この子は。いやー、すごいな。ちゃん。いいコースに入ってますね。ナイスコース。ナイスコース。はい。よし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 。いや、なんとか今俺ダウンでやってみたんですよ。立ちそっち変えて、でいいとこ入れても食わないから、やっぱアップで投げないと食わないんだと思ってアップに打ち直して、そのさっきダウンで入れてたところと同じコース入れて、食いそうだなってところでポイポイってなんか動き
を抜くというか、ドリフトの U 字ターンで食わすんじゃなくて、こっちで仕掛けてここで食べてっていうところでやってあげるっていう。うん、イメージはできてんだけど、なんかね、違う。多分一回当たれば、まあ一回当たってんだけど、さっきと今かけた位置も違うからね。流れ速くなって、魚が上流側に出てるから。ういうう出れるかい出れるかい出れるかいあれバイバイバイ。それ何本釣れた ?5本何本 ?5 だよ、多分。すごい。かっぱりから5本はすごい。たもよーい、たもよーい、たもよーい、気持ちいいね、気持ちいいやつだこの瞬間が止まらない。またくんメソッドでした。ここってとこで出たね。最高。止めた瞬間、巻いてスッゴーン最高。さすがっす。いやでもね、いやでも本当全国うまい人はみんなこういう感じで、ご当地のなんかリズムがあるんだよね。そうなの、本当に面白いの。ご当地の人にはかなわない。だからでもそういうのいっぱい経験していくと、初場所には強くなってくるんだよね、だんだん、うん、ほら、おっしゃー、いたー、よっしゃー、なんか若干小さいのが不満だけど嬉しい、熊本。まあでもカラーチェンジも良かったかもしれない。変えたんだよね、ミラージュピンクってカラーに。これ新品で、さっきまで使ってたやつ、めちゃくちゃ使ってたやつで、なんか動きがたるい気がしたんで、なんかおかしくなってんのかなと思って、絶大な信頼を置いてるカラーなんだけど、変えてみたら食ったんで、もしかしたらアクションも変になってたのかもしれないけど、ありがとう、釣れました。嬉しい、イエー、嬉しい。バイ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 。熊本シーバスちゃん大きくなってね。おお。いやー、釣れ釣れ釣れた。嬉しい。ちょっと苦労しました。ですね。ありがとうございました。初当地のリズムがあるって面白いですね。面白い。本当どこ行っても学ぶもんね。秋田行っても戸沢市の。そのリズムで書けるんだけど。で同じルアーでさ、ていうかこれなんか自分が作ったルアーでさ。でもへーっていうね。で別にね、テッサーだけじゃなくて、うん、ね、いるじゃん、うまい人、そういう人でもはぁーみたいな感じで聞かされて教えてもらったりして勉強になる。ルアーが進化していくっていうのかな。自分は作るけど、そこからさ、各地のアングラーがさオリジナルメソッドに仕上げていくっていうのはすごい面白いね。いや最高でした。最高、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。熊本達成、ミッション達成。よかった。静かな夜でね、橋桁もならなくて、はい、お化けもいないようでよかった。橋桁あれなんだよ、なんかこの暖かくなってくるとさ、日中暑くなってさ、暑くなって鉄って伸びるじゃん、伸びるので、夜引き上げ鉄って伸びる、そう、鉄って伸びるの、はい、線路の継ぎ目と一緒、あー、あの空間があるの、うん、そうそう、で橋脚もさ、はい、よくこうギザギザなってちょっと空いてるじゃん、はいはいはい、あれは伸びる分考慮してるんだよね。で道路はすごい計算してんだけど、欄干は全部鉄だからずれるの、その伸び縮み、そこの差が出てくるとお化けが出てきて鳴らすの。もう怖くない。結局怖くない。結局お化けだ。結局お化けなんすか。そういう現象だからお化けじゃないよっていう結論じゃなくて、いや違う、そこにお化けが出てくる。そこにお化けが出てくる。結局お化けってことですか。そういうことです。ダメだ。俺ないからな、怖いもん。でも霊感ないビビリなんで一番立ち悪いんですよ。何もそう別に感じないくせに、きっと一番ビビるんですよ。うわぁ無理無理無理とか言って一番立ち悪い。でもこういう話してたら言ってくるって。やめてやめてやめて、やめよ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 、よっしゃ、よっしゃ。あ、ちっちゃい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 。完全に村岡さん掴んでおります。ちっちゃいです。ちっちゃいからこれはもうタモを見らない。あ、しかもペラリンちゃん。ターポン。ペラちゃん。ターポンちゃん。ペラポン。そんなにサイズ更新してないけど、新しい魚が嬉しい。ああ。ああ。
ドロポン。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 手袋やばいですよ。いや、いいです。ドロポンはリリースします。ドロポンリリース。ドロポンリリース。これはボイニーがゴイゴイスになった。いや、君。君が大きくなると思ったんだよ。全力でかわす。全力でかわしました。これは臭そう。似合ってされた瞬間に来るなと思ったんで。楽しいっすね。そうだね。でも一人で黙々と考えながらやるのも楽しいんだよね。これだって見つけて、うん、見つけて黙々とそれで、まあ、その発見した時だけねキョロキョロしちゃうね。誰もいないのになんか言いたくてほらすごいよみたいなね。めっちゃつっちゃうよ今からみたいな感じで言いたくなる。ハンドルがネチャネチャなっちゃったよ。泥とネバドロドロ泥とネバネバが混ざってなんか。高橋は素直にこう肩出してくれるよ。いや富山くんもやばいやばいやばい。富山くんはねウェットティッシュが出てきたんですよ。さすがですね。どうぞ。やっぱすごいな。女子力高いなやっぱ。一緒にいて思いましたもん。なんかもうペットボトルのお茶の飲み方から違いますから。もう貴族さん。もうなんていうんだろう。なんか上品なこのペットボトルへの口の当て方してました。でも言ったら恥ずかしいかなと思ってあんまりつつかんかったですけどその時は。でもずっと思ってましたけど。はい。したええなんすかなんすかなんすかって言いながらやってくれますよ。注目だね。これか。まあ俳優だから。そうですね。俳優だから。俳優さんですもんね。ああ飲んだ。でも今ターポン多分吸い込む口が小さいからゴンとは吸わないんだよね。静かだぞ君。まさかでかいでかい。ありがとうございます。でかい、ペラ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 、うん、うわでかいでかでかでかい。これすごい暴れ方だな。嘘。ちょっとやだ。ちょっとやだって言っちゃってる。女子嫌がる。女子嫌がるやつですよね。ちょっとね。最悪。匂い本当すごい。女子のちょっとやだは本当に嫌な時って聞いたことがある。メモしときます。マジやだよりもっと上。うわちょっと本当に匂いやばいわ。ガチでガチで。ほら来るよ。うろこつけに。いや、カナオさん喜ぶかなと。でも本当にブロックされそうだからやんない。ロケ終わった後に山本くんありがとうございました。もうブロックするね。これからも頑張ってね。これからも頑張ってね。って言ってブロックね。さよならしよう。さよならしよう。おいおい引っかかってる。口が引っかかってるぞ。あ、取れた。バイバイ。よし、じゃああと一匹どっちかが釣ったら終わりましょうか。そうですね。くっそ。お。くっそ。やっぱカラーの差もあるのかな。なんかまだいる。あと何匹かいる。シーバスが。何匹かいますね。ターポンもいるけど。一回新編入れてみようかな。もう時間帯的に、うん、で流れ聞いてきて。ちょっと浮かせやすいし今日フリッ、あれがいいかも。レンジ考えたらシャルダスのブレードレスとか、ああっちの方がバッチリかもね。飛ぶし食いそう。横の動きをちょっと殺すためにどうしようかな。ここ、この辺、あ、ごめん、この辺本気になってしまった。飛ぶね、シャルダスブレードです。今でも結構ブレーキかけてあれです。すごいな。まあ、ブレード背負ってるから飛ばないじゃん、はい、だからめちゃくちゃ飛ばす設計したんだよね。トレーラーとして飛ばないとさ、ドーンって飛んで失速しちゃうと多分売れない、使ってもらえないだろうと思って。そうするとブレードないとあんなことなんだね。ちょっとあと 3m ぐらい右行ってもらって。もう海になっております。もう陸じゃなくなってる。本当だ、本当だ、はい。さっき地面だったのに。そうか。あ、じゃあ結構やっぱもう1m50ぐらい上がってんだ。上がってます、上がってます。
165で、じゃあ俺一回アイザーに変えてみよう。飛ぶな。やば。やば。めっちゃ飛んでる。あのメソッドでやってます。おっとメソッドにまであのがつけてしまう。これは危険だぞ。あのメソッドその1で。美味しいよ。そういうつもりでね、投げないとね。そうですね、餌ですから。餌にするのがこれはフィッシング。偽物を餌にして、っつって食べてもらう。動きの質は全く別ですが、フリットバタバタ系ですけど、飛距離重視で。フリット90ですか。えぐいね飛距離。今軽、あ、今当たった。でも魚の魚体っぽいな。軽くキャストで、はい、レンジ入ったら魚体に当たる。そう、あ、確かに。あと1匹っていうのがフラグになりましたね。やっちまいましたね。今までになく真剣にやってるのに、あの山本さん、あの山本さんやっちゃいましたね。俺のせいだったね。あれ、いや、邪念が出始めた。邪念が出た。邪念だな。邪念、口数少ないからね、もう。真剣にやりだした。釣りに行ってるから。めっちゃ釣りに行きだしたら釣りに行ってるからね。あるある、あるあるですよ、これ。あるある、めちゃくちゃあるあるですよ。だからバトルとかロケ釣れないんだもんね、はい、ロケになった瞬間釣れなくなるっていうのはそれですね。真剣モードになった途端食わないもんな。何なんだ、何だと思う。殺気説とかいろいろ言うじゃん、みんな。なんか殺気もいろんな説があるじゃないですか、いろ、うんうん、んな学者さんの論文を読んで、うん、脳波じゃないかなと思った。なるほど。脳波がここの人の脳みそって、うんうんうん、一応電波出てるって言いますよ、ね、うんうんうん、それ乱れるらしいんですよ、殺気が出たら。でそれ魚感じ取ってんじゃないかなと思って。それは空気を通して、それともこの釣り糸とかを通して。空気じゃないですか。でだからそれこそそのバス時代ですよ、うんうん、あの音楽聴きながら、うん、こうやって缶コーヒー飲んでこうやってやっててワームを放置してたら釣れるんですよ、うんうん、だから竿握ってこうやってワーム放置してると本当釣れないんですよ。なるほどね。だから、まあ、そういうもんだよね。わざと大会中とか、うん、音楽聴いて、うん、こうやってコーヒー持って。でも竿置いてますからね。これ今あれですけど、竿置いてそのままこうやってだ糸がツンツンとしてピューって走るんですよ。クタ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 みたいな。それで一回、うん、買ったかな。買ったんだ。それがその放置パターンだったんですよ。放置パターン。その魚が回遊してくるルートが狭かったんで、うんうん、動かすぎると効率が悪いんで。なるほど。でも水の流れるところだったからワームにネイルフロートっていうのを入れて放置、うん、あんまりね不自然なんで、そもそもルアーっていう時点で、それにまた人間がちょこ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 やったらもっと不自然になっちゃうから、うんうん、でも自然すぎても魚の標的にならないんで不自然さの調節をしてあげるみたいなイメージ。音楽は何系聞いてたの。音楽はまだ若かったんでドゥンドゥン系ですね。ドゥンドゥン系、どういうこと。ヒップホップ。あの田舎に行くと、田舎よくあのこういう面で釣りしてるとドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクしてああいう感じ。あれなんだ、ラップ。あれいや、あれはヒップホップ。なんか我々世代はなんか湘南の風とか、あ、うん、そんなんでした。なるほど。ドゥンドゥク系は。カナオさん何でした。うおー、かわいい。え、誰推しですか。ミノ。マニアックやな。え、嘘。マジっすか、うん、でもなんだっけあの歌、なんだっけ、ソロのいい歌あるじゃないですか、うん、虹だ、うんうん、いい歌ですよね。知ってる。なんだっけ、オムライスかハヤシライスのあのドラマが一番良かったですよね。オムライスかハヤシライス、流星の絆。あ、知ってる。あれやば。抑えていく。山本くんすげえ、話題を抑えていく。テレがあるからですよ。話題でいく。テレがあるからですよ。ちょっと寄せてもらってた、こちらに。話題でいく。パワポンだ。人生で10回ぐらいしか行ったことがないから。ダメだ、食わねえこれ。食わない。あと1匹がと。本当に食わない。ちょっとモードチェンジで。フリットとか165でバンバン通したからじゃない。もうやだ。バリバリ魚体。しかも回収、結局飛ばしすぎて向こうを取っちゃうんで、後半ダバババババって引くだけだから、ポイントを潰した。ポイントを潰した説がありますね。一回潰した。
あの山本君が。あれ多分対岸の人を 思ってるあれあれで俺のせいあれあの山本が巻き戻して165を最初に投げたのはすげえ飛ぶとか言ってたのは村岡さんあら記憶が捏造されてた、捏造されてましたね。まあでも魚の魚体にゴツゴツ当てて喜んでたのも俺ですから、ね、魚に当たるそれが一番擦れるわな、一番擦れるそれ一番あレンジ60とか80ぐらいに魚の体当たりますねとか言ってるけど、うん、あれ一番ダメなやつですからね。そうだね、嫌、はい、がっちゃう、うん嫌がっちゃ う、どっか行っちゃったり、まあまた入ってくる。でもじゃああと1匹っつって結構あと10、ね、半に終わりにしましょう。今15分なんで了解です。あと15 分, 15分釣れなくても15分、はい、です。もう十分楽しみましたねめっちゃ楽しんだ、はい、山本くんがよく分かった動画になったね。分かりましたね。でもなんかまだまだ引き出しありそうです、ね、そうだね。やっぱ昼間明るいところでねこう釣れない釣りしながらじゃないと語れないもん、ね、確かに。もうこれになったらこんだけ当たっちゃうとこっちにこうやってやっちゃうんで釣れない釣りしながらゆっくりのんびり。ここでドゥンドゥク聞くの漁船、漁船ですね漁船漁船ですね漁船のドゥンドゥクがドゥン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 陽キャサーチが始まってますあれは陽キャかサーチが始まってる。合わせきれない、当たんなくなった。岩の影か、うん、でその横に鳥が降りたんだ、はい、白い、蚊の目がいいな。このサングラスよく見える、ナイトオレンジ。確かにちょっと 0.1 度だったか、動画ね入ってるから、うーん視力アップなんだよね。やっぱ夜見やすくなるんですかそれ。あ、なる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 、めちゃくちゃなる。そう、なんかちょこちょこ SNS で見てて気になってたんですよ、夜にサングラスって、うん、どんな感じなんだろうと思って、うん、やっぱ見えるんだ。だからまあ太陽のためじゃないけど夜は視力が落ちるんで、はい、それを補正するっていう。本当食わなくなってる。まあ試合終わったってことでね。終わってますね。じゃあラスト1投でいきましょう。俺明日に取っとこうかなラスト1投の運を取っとこうそんなありですか、運を残して。あ、ジンクスがあるんですか。ラスト1投残してたら、いや、このそれでうまくいったことはほとんどないからないんですかGT とか平政の船乗るとアイラスト1投でって言うじゃん。その1投よく残すんだよね。なんか次の流しにいいんじゃないかと思ってってかね、基本的にその流してる船もそのラスト1投って釣れないじゃん。そうですね、もう流し終わったから上げてっていうわけだから、だからなんか運に運を残すということでサボってるのかもしれないけどジギングはなんか、はい、じゃあ移動します、上げてくださいずっといきなりこう好き勝手やってたジジングが突然全部一斉に上がるからねかかるんだよねクッターとか言って面白いの。で船長もあもう一回しばらくまだ流しますって言うとでもそれあと釣れないねだってねはいってことで、あの山本君いかがでしたでしょうかこんな感じでね、素晴らしい才能あふれる若者です。何歳？今26です。この前まだまだ全然ね、全然未来楽しみなね山本君でした。ありがとうございました。はい、ということで明日またねちょっと後編を撮ろう、はい、ね、はい、撮りたいと思いますんで、はい、今日はご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの山本くんでした。ありがとうございました。あの山本くんでした。よし、終了。ありがとうございました。楽しかった。終わりました。